もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙が毎週サイトで紹介された内容をピックアップしながら楽しくおしゃべりします。こんにちは。じゃがりこはサラダ味が一番好きな本田理沙です。皆さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、じゃがりこサラダ味じゃないですか、あのローズさんは。あ、いや私もそうなんですけど、ちょっとそこから入るって心の準備ができなくてわかる。私もじゃがりこ何年も食べてないよ。そうなんです、はい、何ですか、なぜじゃがりこの話から入った。いや、今日はもうあれですよ、ローズさんが書いたコラムについてみんなでおしゃべりしようと思ってるわけなんですよ。はい、じゃがりこコラム、じゃがりこコラムだったっけ。じゃがりこなんて書いてたっけ。はい、じゃがりこ後で出てくるからちょっと楽しみにしてます。はい、はい、じゃあ今回のねコラムを紹介したいと思います。今回のコラムは2019年5月8日オランダ在住の藤村ローズさんが書いていただいた、日本から持ってきてよかったあなたの海外生活3種の神器はというコラムですね。こちらも おととしか書いていただいたやつですね、についておしゃべりしていきたいと思います。ローズさんね、このコラムね、はい、書いた時はそっか、オランダにいる時でしたよね。もうそうですね。でだからもう 何回も引っ越しをしている状態の時でしたよね、海外。そうそう、なんかね、日本から海外に持っていくものに関してはいつも考えてるんですけど、やっぱトランクのスペースも限られてますしね、そこ大事だよね。そうで、まあ三種の神器にしたのはちょうどこの時新天皇さんの即位の儀式があって、なんかその三種の儀式の話をしてたから、ここに絡めようと思って、入った感じですかね。あ、そうですよね、5月だから、令和になった時の話なんですよね、これは。そう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 、そうです、うん、そうだわ。え、さとこさんは令和の時何してました。マカオにいましたよね。何、令和の時はマカオにいましたよ。このなんか この新しい元号が発表された時の瞬間とか、何してました。瞬間、覚えてない、何してた。覚えてない、何してたか。あれあれあれ持ってた人誰ですっけ、令和。でも今のなんか平成の時はなんかイメージがすごく強いんですけど。あ、小渕さんね。え、菅さんでしょ。あれ菅さんじゃなかった。あれ菅さんですかね。そうそうだったと思った。令和おじさんって言われてたじゃん、だって。そうだよ。ちょっとあれ。オランダ届いてないっぽい。届いてなかったか。はい、なんかこっちのなんか天皇さんの方が好きでしたね。なるほど。なんかすごいなんか神々しいなと思って。なんかテレビで見てたってことですよね。テレビで見てたのか、なんか YouTube ライブかなんかやってたのかちょっと忘れましたけどね。これ。なるほど。なんか結構このそのほら日本書紀とかああいう歴史の本読むのも好きなんですよ、私。ああ、そうか。うん、だから読んでて、あ、これ本当にやってんだっていうのを見て、すごいと思ったんですよ。それをね、なんか愛にっていうか海外生活に絡めてしまっていやいやですけど、それを機に私なりのベスト3を、書いてみました。私も、読ませていただきましたけども、ね、地味にこの3番のブラキャミインナーはね分かると思いました。あ、本当？分かると思います。いや、かなりね。じゃあちなみに、じゃあ言いますけど、1番目は炊飯器ですね、私の場合。2番目がトラベルアダプター、変換プラグです。はい。はい、で、3番目がブラキャミットインナーという結果になっております。さとこさんはこれなんか共感したやつありますか？そうですね。今、ほら、実際ね、この日本から持ってきた方がいい三種の神器はもう今の時代さ、私マカオに住んでますけれども、ダイソーもあるしね、もう日本食品店がめちゃくちゃいっぱいあるので、正直なところ困っていないわけですよ。
今の現状としてね。マカオはいいな。オランダはダイソーないよ。あ、そっか。百均もどきができたけどめっちゃ高い。結構高い。あ、まあ、マカオもね倍はするんですよ。マカオも一つの商品が15パタカだから200円ぐらいはするんですけど、倍はするんだけど、でもまあ手軽にね手に入るって言ったところで言うと、あのなんだ、あんまり困ってないからね、結構今回はねひねり出した。ひねり。そんないっぱいあるマカオでも買えないもの何って思ってひねり出したところで、はい、そうですね、どんなの出てきました？まあ、もちろんね炊飯器はね、まあ、大賛成ですよ。やっぱり日本のやっぱりね厚釜の炊飯器っていうのは本当もう日本オリジナルっていうか、もうそれしかないと思う。うち象印だけど、やっぱりねなんか炊飯器の一番メジャーブランドじゃない、そういうのやっぱり譲れないっていうのは一つありますかね。炊飯器1票入りました。そうですね。やっぱりこの海外に住んだ時にね、このお米をね美味しく炊くのには本当に炊飯器と米と水が揃わないと上手に炊けないんだなっていうのをすんごい実感しますよね。しますします、やっぱ日本にいたら当たり前でしょ、なんかいいお釜、厚釜のなんかコースもめっちゃいっぱいあって炊き分けできてみたいな感じで、お米ももちろんね日本米だし、で水も水道水でもそこそこ美味しいじゃないですか。し別になんかねあのペットボトルの水こだわるならそれ使ってもいいけど、それがなんかスタンダードでいるのに、海外にいたらもうそれ全くスタンダードじゃないですもんね。じゃない。ライスクッカーとか売ってるけど、もう釜も薄ければなんかコースもコースもないもんね。ないよね。あれあるのか、おかゆとおかゆとご飯ぐらいの。そうだね、あれぐらいか。早炊きもあるかな。いや十分早いよ、普通に炊いて。あのライスクッカー20分でご飯できるもん。あれ早い。釜が薄いからさ、でなんかちょっとね、炊けた感じもなんか芯が残ってるような、せいか分かんないけど、やっぱり、日本のやつの方が美味しいと思う。そうですね。今ね突然思い出したんだけど、なんか結構前にさとこさんからシェアしてもらった動画で、なんか確かイギリスの BBC かなんかのなんか、あのお料理番組でチャーハンを作るやつがあったんですけど、その時にそうご飯をね、あの、まあ、チャーハンだからご飯が必要なんだけど、パスタをね茹でるみたいな感じで、あの、お湯を茹でてから生米を入れて、でそれであの時間が経ったらこうザルにザバッと開けるみたいなやり方でしたよね。だからまあ、そういうね感覚でご飯を、まあ、炊くっていうかね、ふっくらさせるっていうのから考えたら、なんかもう炊飯器なんて売ってないのはなんか大体予想できるなっていう感じがすごいしました。さとこさんなんかイギリス住んでたから分かりますよね。その時ご飯どうしてたんですか？あ、ご飯なんて食べないさ、サンドイッチだけだよ、そんなん。耐えられるんだ。私やっぱお米食べたくなるな。そうだね。そうよ、食べてなかった気がするわ、お米は。なんか逆に、でもね、韓国人の子たちが結構いろんなものを作ってて、結構彼女たちから分けてもらってたかな、なんか。ありがたい。自分では、自分では作ってないけど、そうね、ありがたい、ありがたい。やっぱね、日本の炊き方からするとそういう炊き方はちょっとありえないですよね。あの初めちょろちょろ中パッパ、相手も蓋取るなでしょ。そう、いやそれでそれはさ、もう昭和初期の方ですけど、よろしいですか？いやそれを巻き使うやつじゃないの。いやそれをお釜はやってくれてるんですよ、あのピッてするだけで。確かに。あ、そうね、混ぜるなんてとんでもないですか、途中で。あの、ね、カニ釜がカニの穴ができるように、カニの穴、ご飯の上にさ、こうカニの穴ができるのが一番いい炊き方でしょ。ポツポツ、あーなんかあれポツポツってやつ、ポツポツだから沸騰の後だと思うんですけどね。あーそうなんだ。それで言うとさ、そのほら炊き方とかの話で言うとさ、さっきちょっと話してたけどさ、そのお米の研ぎ方問題、
ね、お米の研ぎ方で、うん、そう、私はやっぱりその日本米っていうか、まあ、私が炊いてるのはジャポニカ米ですけどね、所詮ジャポニカ米をでも炊く時も日本の炊飯器を使って炊くから、もう私はもう念入りにね、しっかりこうギュッギュッてこの手のひらの、これなんていうの、ここのほら親指の付け根のさ、熱いところを使ってね、こうギュッギュッてこう押しながら腰を入れてね、こうやって洗ってやるっていう話をして、だから結構米研ぐのも大変だよねなんていう話をして、でお手伝いさんにお願いしたら、もうその辺をねさらっと2分ぐらいでやっちゃうんだなんていう話をしたら、ローズさんが、え、今最近のは洗う、あのそんなにね研がなくていいんだよみたいな、精米技術が、はい、精米技術がいいので、あの研がなくて洗うだけでいいと私は聞いて、それを実践しておりますけどそうで、え、何っていう話をえ、だってお手伝いさんが洗った日と自分でやった日味違う、そんなに、その違いは分からないです正直、はい気持ちかなって、気持ちが入ってるかなみたいな、そういうとこですよ、愛とか、そう美味しくなあれ、美味しくなあれってこうほらやりながら研ぐでしょ、うん、ね、いやどうなんだろうな、私は、うん、いやさしゃっと洗っても美味しいですよあもう時代はそっちか、そうですね、私も日本に帰ってきても無洗米ですもん、無洗米の人がいた、そうなんですよ、そうだよ、日本はそうだよ、うん、え、ほとんど無洗米なの、結構そうみたいよ、い、まあ、あの2つ売ってますけど、なんか100円高いぐらいで無洗米が買えるんですよね、だからなんかこの洗う手間が省けるんだったら100円で済むんだったらと思って、私は無洗米買ってますね、なんてこった、うん、そうなんだ、無洗米はむしろ洗っちゃいけないんですよね、うん、まあそうですね、そうそうそう、加減とかがなんか変わってくるから、そう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 、あーそうかそうか、うっかりなんか買ってきた時に無洗米でうっかり洗っちゃったことがあって、まああんま分かんなかったけどね、うん、うんうんうん、まあでもね、浸した方が美味しいとかも書いてありましたけど、まずちょっと米の話はやっぱ盛り上がるよね、日本人だったらね大事ですよね、ちょっと米から離れたいなと思うんですけれども、離れよ離れよそのね、米以外で、そうみんなね、日本にほら帰った一時帰国した時になんか買って帰るもの、うん、これを聞きたいなと思うんですけど、うん、じゃあちょっとローズさんから聞こうかな、うんうん、まあ、私は調味料系かな、そのお醤油とか味噌とか、あと中華系のウェイパーとかが、うんうんうん、ね、その調味料があれば何なりと作れるので、あと出汁とかかな、和風出汁の、うんうん、確かに天然のやつとかを買って帰りますね。やっぱりオランダ手に入りにくい、そういう調味料系は。いや、こだわらなければあの大手のだったらいいんだけど、やっぱなんかこだわってしまう地方のなんか、うん、ちゃんと手をかけて作った本物志向のとかを買って帰って、うん、まあ、なるほどね、密かに楽しんで。そうだね、うん、確かに。でも調味料はもう何でも重たいね、持ち帰るのね、瓶とかだったり、そう、うんうん、だからそんなにたくさん買えないのがちょっとあれね、心残りになるね、うん、粉末系ならいいのよね、粉末系なら、なんか粉末ってどう、粉末系だったらさ、あんまり規制ないじゃない、多分その液体だったらさ、何リットル、ま、なんだっけ、なんか決められてるでしょきっと、いや、トラックに入れる分はいいんじゃない、アルコールとかは量が決まってるけど、うん、なんかトランクに入れればいいのか、そう、機内持ち込みはね、うん、いろいろルールがあるけど、そう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 、うん、そうかそうか、そう、でもこの前味噌がこぼれちゃってトランクの中で臭かった、お結構な匂いでしたよ、ちょっと漏れちゃって、あーそうか、それで言ったら私も中でビールが開いちゃってる事件がありましたね、トランクで、それもやだな、どうやって開くの、何瓶のやつ、気圧で、何だったんだろう、うん、あれは多分なんかやっぱ詰め込みすぎてて、でなんか押しつぶされちゃって、多分ちょっと飲み口のとこが開いちゃった、うん、でもまあ、ダメージが少ないようにタオル巻いたりしてたからそんなにあれだったけど、うんうん、でもちょっとおってなりましたね、うん、開けた時に、うん、やっぱり一個一個めんどくさくても袋に
入れて、うんうん、し漏れた時も汁こぼれないようにして、さらになんかまあ服とか、うんうん、なんかね服で汚れたら嫌だけど、まあなんかこうちゃんと守らないと万が一の時はね、うんうん、そうですね、うん、あとなんかローズさんはなんかパスタソースとかを持ち帰るような話が、うん、あのね明太パスタソースね、あ福岡やっぱり、まあ、福岡なだけじゃないと思うんだけどな、あの明太子たらこパスタってたまに食べたくなりません？なるなる、うん、でこっちで買うとやっぱ高いから売ってても、ヨーロッパだと倍じゃ効かないもん、やっぱ3倍ぐらい見とかないと、 2.5 倍とか、うんうん、そこまでして食べたくないじゃない、うんうん、なんかだからそうだね、あれは常温でも、常温だし、うん、なんかオランダとかだったら美味しいパスタがさありそうだからいいけどさ、ほらマカオのパスタって言ったら、うんうんってなるじゃない決まってるじゃないもう。そうだね、ナポリタンと乾麺とか普通にないんですか？あるよあるよ、自分で買ったらあるある、うん、オランダだってないよそれは、ないからまあ自分で作るかな、で明太子も冷凍の売ってるけど高いし美味しくないしね。高いよ、うん、明太子なんて高級品だで。そうだよ、だから明太パスタソースは結構買って帰るリストに入ってますね。どれぐらい買って帰りますか？ちなみに、なんかどれぐらい買ってったら安心するのかなって自分でも分かんないけど。そう？結構私はそんな食べない。そんな食べないんだけど、でもすごい食べたくなった時にないとうーってなるから。ああ、ご褒美的な。まあ、でも前は私しか食べなかったから、まあ2つ袋も買えばよかったけど、最近息子も食べるようになって、しかもいっぱい食べるから1回に2袋食べるんですよ。うん、え、1パックに2個入ってるでしょ、それも全部食べるから、麺でいうと 200-300g 食べるから、すごい、ちょっと次からは減らさなきゃかなと、あ増やさなきゃかなって思ってるところなんですけど。そっかそっか、うちねあれしてるよ、あのねお茶漬けパスタ、お茶漬けの素あるじゃん、あれをあれあのおスパゲッティ茹でてオリーブオイルでちょっと油回して、うん、でその上にお茶漬け入れて食べるだけで、もう結構日本の味。いいな、美味しそう。そういいよ、何、やってみて、美味しいよ私ね、あそれに似たバージョンで、あの松茸のお吸い物を混ぜると、はいはいはい、パスタに混ぜると美味しいよって言われたけど、うん、確かに確かに、それに似た系でしょ、うんうん、それに似た系よ、それに似た系だけど、ほら具が多いじゃん、まだお茶漬けの方がさ、でお茶漬けの素はさあのたらこ味とかもあるよ、明太子味もあるよ。あそうなの、あそれは試してない、なんだあの海苔味かと思った。いや海苔味でも美味しいよ、海苔味はスタンダードな、あられとか入ってるでしょ、入ってる入ってる、だからスタンダードな美味しさ全然合うよ、いいよあれ。なんかさご飯だけだとさ、なんか味がもう分かっちゃってるからさ、ちょっとつまんない時あるじゃん、ちょっと淡白すぎるなって思う時、うんうんうん、結構パスタの方だと、まあ、コクがほらオイルも使うしね、オリーブオイルも混ぜるから、うんうん、結構いいよあれは、私お気に入り、お茶漬けパスタ。それだけツナとかなんか入れたりしなくて美味しいんだ、オリーブ、うん、もう本当だってそれ手抜き料理なんだもん、そのお茶漬けパスタっていうのは、うんまあ、一人でいる時とか、ね、学生っぽいああいいよ、ほら学生気分をまた味わえますみたいな感じ。素晴らしい前向きそんなさとこさんはこう日本に帰国した時に買っていくものはありますか？はい、私はですね、あの運動系のなんかサプリメントとかアミノ酸系だったりとか、なんかそういう日本って本当すごく充実してるんですよね、そういう、まあ、プロテインとかもそう、ね、うん、そうだけど、うん、そういうなんかランナー向けのアプリとか、本当小分けになったものだったりとかがめちゃくちゃ、うん、多くって、どこでも買える、ドラッグストアとかスーパーでも買えるから結構まとめ買いをしますね、うん、なんかマカオはね、あのスーパーに売ってるのはそれこそほらポカリスエットの粉末とかは売ってるんだけど、そういうちょっとアミノ酸とか運動向けのそのバラエティが少なくって、専門店に行かないとないのよね、そういうのは。うん、小分けとかも少なそうですもんね。少ない少ない、でかい瓶に入ってたり、ね、そうなのよ、あのプロテインドーンっていう、そうそう、ああいうのが多いから、それを結構私はね、あの買って帰りますね、たくさん。へー、うん、あとはまあ結構あるかなっていう感じ。そうですね、やっぱマカオは、うん、マカオすごいな、マカオ、
マカオに直接ねあるわけじゃないけれど、うん、そう、うん、ここでじゃがりこが出てくる。割と何でもあるマカオなのにじゃがりこだけは売ってないの、うん、マカオは。あ、そうだっけ。そう、じゃがポックルはあったけど、じゃがポックルはあるね、あの北海道のね。そう、じゃがポックルはどこでも見るわ。そう、じゃがりこだけはないの。確かにじゃがりこないかも。あ、でも私も買うかも。ちょっとじゃがりこスペースがあったらちょっとじゃがりこ入ってたりする入れて、うん、空港とかでもあるしね。そうそう、そっか。私はね、あのドラッグストアで安く、安い時しか買いませんけどね。なんだろうこの、なんでじゃがりこのちょっと立場が弱いわ。だってさ、なんかさ安いよね、あのドラッグストアでさ、なんかこんな安くていいんですかって価格で置いてあるから、つい買っといて、まあ、日本にいる間食べようかなと思ったら食べなかったりして、うん、空港で買ったら、だって定価あれいくらかな、150円ぐらいする、150円ぐらいするんじゃないですかね。でしょ、うん、高いわ、うんね、あ、そう、あ、あとあれよ、あれ、イボの糸よ、イボの糸。あの持って帰るの。あ、そう、だって、うん、あ、うん、全然違う。私イボの糸を、ね、そう、もうなんかさ、あの、まあ、実家にいる時なんてさ、結構ほらお中元とかをねもらったりとかするからさ、日常的にあるじゃない、イボの糸とかね、うん、おそうめん食べれるけど、あれ高級品だで、今気がついたけど。しかもさ、なんかプレミアあるよね、普通のイボの糸でも美味しいんだけど、まあ、うん、他のより、うんうんうん、さらになんか贈答品用かな、そうなのよ、さらに美味しいな、ね、全然違うよ、マカオで買うさ、あのそうめんのクオリティとイボの糸のクオリティの差、もう分かる分かる、田舎の子と本当洗練された都会の子っていう、分かる、もうそんな感じよ、もう そやな感じのね、子と本当お金持ちの子ぐらいの違いがあるよ。うん、イボの糸輝いてるよね、洗った輝いてる、あれもびっくりしちゃう、あのそうめんで、あの海外で売ってるそうめんのひどさね、なんかそう、本当に冷麦だもんあれ、うん、なんかね、ツヤがない、うん、分かる分かる、そうなの、うん、でしょ、うん、隙間に入れるな、私もイボの糸、うん、そうなのよ、そうなのよ。私こんなにお嬢様だと知らなかったのよね、イボの糸が。そうですね、日本にいたらなんか当たり前に食べてますもんね、うん、夏はイボの糸みたいな、夏休みのお供に。なんかね、暑いし食べるものないからそうめん食べなさいみたいな感じ、うん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 、そうなんよ、だったけど、そう、あれはありがたいね、確かに、あの美味しさは、そうだそうだ、うん、そう、うん、そうです、うん、そうね、まあそう、日本に住んでたら気づかないこうものの魅力の発見もあるよね、あったね、うん、そうだね、うん、そう、だから私は、ね、佃煮もそうなのよ、昆布の佃煮とかも、あれ意外とこう冷蔵品とかでスーパーで売ってるけど、うん、結構日持ちするから、うんうん、1ヶ月ちょっと持つんだったっけな、もっと持つかな、2ヶ月ぐらい持つかな、うん、だから、うん、常温で持ち帰って何パック、うん、多分4パックぐらい買って帰るんですよ、私の場合、佃煮を、昆布の佃煮を、でしかも大好き大好き、なんかご飯のお供になるし、あの子供も食べるから、おにぎりにするときとかね、で、うん、あ、おにぎりにね、いいね、しかもさ、今その昆布の佃煮もなんか生姜昆布とか小餅昆布とか、うん、なんかしそ昆布とか、うんうん、なんかすごい種類が多くて全部買ってくる、そうなんだ、はい、え、関東人だから、あ、出た、またもしかしてそこの違い。いや、なんかね、うん、佃煮はね、あの何にも思わない、個人的には何も思わないんですけど、よくね、うん、あのお土産にいただく、なんかこれあの日持ちするし常温でも大丈夫、うんうん、大丈夫だからってもらって帰ったりするんですけど、うん、そのまんま賞味期限が切れたりしてしまうアイテムです、そうなんだ、じゃあやっぱりまたここでも地域差が。あ、でも食べ物違うよね、違うね、そうなんだね、うん、でもそうそう、あのさっきね、ローズさんがその明太パスタソースの話もあったけど、なんかやっぱり、ね、うん、レトルト食品もね、日本はすごい充実してるから、うん、なんか、うん、まだ子供が小さい時とかなんかね、このベビーフードとか結構買って帰った記憶がありますね、
うん、あーそっかそっか、うん、便利だもんね本当、うん、小分けパックなのがなんか良かったな。ちょっとなんか野菜パウダーみたいなの、お粥もちょっと準備できなくてお粥に混ぜて食べれるようなとか、あーそう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 、ね、かぼちゃのとかね、うん、なんか裏ごししてあるやつとかあるもんね。そう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 、でフリーズドライでね、そうですね、うん、そうだそうだ、便利だった。ああそうね、私もそれで言うと粉ミルク、まだ子供たちがベイビーの時とは粉ミルクのキューブ型のやつあるじゃない、持ち運びができやすいようなやつ、うんうん、あれ確かに日本からは買ってたかな、わざわざ。あさすがのマカオにも売ってないですかそれは。うん、確かマカオは多分ないね、粉だけじゃないかな、うん、まあ、今はねあるのかもしれないけど、でもなんかおむつとかは日本のものがすごく入ってるけど、粉ミルクはなんかやっぱりこう市場的にあれなのかな、香港製のやつが決めてるからかな、うんうんうんね、日本の粉ミルクってあんまり見ないよね、うんうんうん、見ないね、見ないね。香港にはいっぱい売ってた気がするんだけど、うんうん、じゃあマカオに入ってきてないだけ、本当、うん、いやおむつもミルクも日本のが多いなって思ってたけど、すごいうろ覚えだけど。あ、おむつはね日本のすごい多い、うん、高いんですか、値段はどんな感じですか。うん、まあ高いかな、は 20% ぐらい高かった気がします。うん、でもまあそれぐらいならね、そうそうそう、うん、結構多分大量に仕入れてるみたいだからそんなに高くないけど、うんうんうん、でも確かに私も日本から送ってもらってたかも、日本のあの粉ミルクは、うんうん、今ねもう缶になってるからいいよね、液体のやつがあるから。あそうなの、すごいね、未知の世界何今 缶なのよ、缶にも液体のミルクが入ってて、それにこう、うん、飲むこの乳首のところをくっつけてそのまま飲ませることもできるんですよ。うーん、おー、なんか海外にはあるけど日本にはないからって言ってなんか入った時期がありましたよね。そう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 、それがもう、でもそれも最近ですよ、あのうちの子が小さい時はまだこれからっていう感じでした。これから液体ミルクが発売されそうみたいな、はい、ですね。それすごいね、それ買って帰るの重いね、液体だから持って帰るの重いね、うん、だね。あとはそうですね、私の場合はあと常備薬をよく買って帰りましたね。あ、薬ね、うん、やっぱり。こんな例えば、あもう本当に風邪薬、頭痛薬、あとお腹の薬、その基本の3つぐらい。そうそうそう、うん、私薬は現地調達派だわ。おう、うん、なんかあのまあね、最初の留学で北京に行った時は日本の薬をいわゆる常備薬をちょっと持ってったんですけど、うん、なんかね風邪かなんかは引いて結構ひどくて、それ飲んでても全く治らず、うん、でちょっとだんだんひどくなってくから、あの留学生用に大学内にあの学生用のこうクリニックがあって誰か連れてってくれたんですけど、うん、そこでもらったなんか怪しげな漢方薬やらなんやら、それを飲んだら1回で治って、おうん、やっぱり現地の菌は現地の薬で治すんだと思って。あ確かにね、それは大事だと思う、ね、私も、うんうん、でもやっぱり日本に帰るっていうとさ、こっちの人たちからさ薬買ってきてって絶対頼まれてさ、うん、あのよく一番よく言われるのがあのほらなんだっけ、あのさ小さいさあの菌みたいな銀色のさ玉のさ心臓の薬、あれ今名前ど忘れしたけど、あれなんだっけ、なんだっけ、セイロガンじゃなくて、あのほら急進、そうそう、なんかあ急進、あ急進だ、急進なんだ、そう急進、急進をさ買ってこいってさすごい頼まれるの、うん、私もこの間頼まれて5万円分ぐらい買って送ったわ。ねえわかる、あれ高いんだよ急進意外と。そうなんだ、じゃでも効くの、知らない、飲んだことない知らないけど頼まれる。香港の間で流行ってんのかな、まあ、香港から出てるけどね。あーそっかそっか、 CM やってるよね。だけど多分日本の方がオリジナルだからみたいな感じなのかな。でね、あのインバウンドの方、今はコロナで来れないけど買ってく量が尋常じゃないですもんね、うん、そうだよね、うん、親族一同に配る気かみたいな感じのねそう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 、カゴとかすごいですもん ね、うん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 、
まああれに近いことをやってはいるんですけどね。まあね、うん、まあ主に食材で本当食べ物だよね、うん、結局結局ね、そうだね、うん、食べ物になっちゃうな。はい、というわけでね、うん、まあ、今回のおしゃべり大半がね米の話してたんですけど米だったね、米の話だったんですけど、まあ、ちょっとコラムを振り返ってみたいと思います、うん、今回のコラムは2019年5月8日オランダ在住藤村ローズさんが書いてくださったコラム、日本から持ってきてよかったあなたの海外生活三種の神器はというコラムからおしゃべりしていきました。はい、ではね、結局三種の神器があんまり出てこなかった感じだったんですけど食品ばっかり、まあ、はい、結局詳しくは、うん、詳しくはコラムを読んでください。そう、 そうです ね、 ね、うん、他のもちょっと書いてあったりするんで、そうそう、あとね、はい、なんか私はこういうのあるよみたいなあったらね、あの教えてほしいなと思います。あのウェブサイトの方から、うんうん、世界ウマのウェブサイトの方からご意見とかねお寄せいただけると喜びます。はい、はい、というわけで、はい、お願いします。はい、今回はここまでになります。で最後のご挨拶して終わりにしたいと思います。今回はねちょっと順番があの本田からということでですね、はい、何も考えてなかったな、どうしよう、ほらこれトップバッターはね大変なんですよ。私が今まで一番でおってなってそうだね、そうだね、よく振りに変えてきたよね。そうそうそう、忘れてるからね、直前まで忘れてるから、うん、だから今日はリサさんからお願いします。そう、はい、すごいすごいプレッシャーですね。じゃあ、まあね、今度マカオに帰るときはですね、さとこさんに、うん、あのプロテインを買って帰りたいと思います、うん、ありがとう、はい、じゃあ次さとこさんどうぞ。私ですか、はい、じゃあ私はですね、はい、やっぱりイボの糸かな、今思い出しちゃったらやっぱりプロテインじゃなくてごめんなさい、 プロテインもウェルカムですよ、ありがとうございます、はい、イボの糸を、はい、買って帰りたいと思います。はい、じゃあローズさんお願いします。私はまあコメット言うと思うんですけど、ちょっとおしゃれなものも日本でゲットしたいなと思ってます。ほう、化粧品とか、化粧品とか、ね、化粧品とかね、うんうん、そうね、確かに全然出てこなかったね化粧品がね。しかもなんかちょっとごめんなさい、私の始まりが悪かったから、こう挨拶の締まりが悪いなって今思って挨拶になってないですよね。もうじゃあ次から私行きますわ名前言ってないそもそも、はい、というわけで今回は名前だけ言いますか。はい、はい、まあそうですね、ナビゲーターの本田理沙と、はい、世界ウーマンファウンダーの藤村ローズと、はい、世界ウーマン事務局の周里子がお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトは www.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの詳細欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せください。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。